Kusanagi. お前、俺って結構女にモテるんだとか勘違いしてない？男の魅力っていうのは顔じゃなくて背中に出るもんなの。それが分かってないからガキはムカつくんだよ。もうレッツショーダウンなんつって、ラウンド1ファイト、まくるよ。任務遂行します。命の保証はできないわよ。ラウンド1ファイト。Yeah!
best you so bad。 久しぶりに暴れてやんぜ。 Round 1 Fight。 抑えられねえ。いくぜ。血のたぎりを感じる。ラウンド1ファイト。よっと、へっ、よっと、へっ、ボディーが、ボディーが、レッツーケン、ダブルレッツーケン、こっちだ。よっと、真打ち登場ってね。お手並み拝見といきますか。ラウンド1ファイト。Fight! Ah! Yep! 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 Yep!
これまでいろんな連中と戦ってきたが、あんたみたいなのは初めてだ。私も指先から炎を出す人間を見たのは初めてだわ。この星にはユニークな人間が多いわね。はあ、この星？どういう意味だよそれ。何でもないわ、ただの独り言。それよりここへおしゃべりに来たわけじゃないんでしょ？そうだったな。せいぜい俺を燃えさせてくれよ。私にも先に進まなければならない理由があるわ。ラウンド1ファイト。誇張のように。フーデナハト、どうしたの？足を取るでしょ。あんた、なかなかだったぜ。だが、勝負は俺の勝ちだ。待って。リターンマッチをご所望ってんなら、まずはその怪我を治してからにしてくれ。でないと、こっちも面白くねえからな。そうじゃないわ。私に勝って先に進む以上、絶対に負けないでちょうだい。どういう意味だ？もともと誰が相手だろうと負けるつもりはねえよ。このままぶっちぎるぜ。出てこいよ。いるんだろ？ある意味では下馬評通りかな。あんたが主催者か、それとも俺の対戦相手かい？ああ、君の対戦相手であると同時に本大会の主催者でもある。クシエルを滑る闇の爪ジバートマと見知りおいていただこうか。前回がメフィストフェレス主催で、今回はクシエル主催だと。一体何なんだあんたら。メフィストフェレスもクシエル、この星の闇を支配する秘密結社アデスの下部組織の一つに過ぎない。といえばわかるかな。そんなうさんくさい連中が格闘大会なんざ開催して何しようってんだ。我々には強靭な肉体が必要でね。この大会を開催したのもそうした肉体の持ち主である格闘家たちを一度に集めるためだったのだよ。何？我々のメガネにかなう肉体はそう多くはないが、喜びたまえ、君は合格だ。特に
三種の神器とか呼ばれる君たちの炎、非常に興味をそそられる。てめえ一体何者だ。それを知る必要はない。君はただ多くの可能性を秘めたその肉体を私に差し出せばいいだけだ。気色の悪いこと言いやがる。あの女の言葉の意味がようやく分かったぜ。誰が相手だろうとこの拳で燃やし尽くしてやる。来るがいい、小さき星の弱き者よ。ラウンド1ファイト。
さすがだな。まさかこの星の人間に敗れるとは思わなかったよ。まるで自分は人間じゃねえような言い方だな。てめえ本当に何者だ。次に会う時までに気の利いた答えを考えておこう。ふざけんな。これ以上追っかけはいらねえんだよ。君が望むと望まざるとに関わらず、我々はまた君の前に現れる。必ずね。消えやがった。マジで人間じゃなかったってのか。探したぞ、キョウ。どうしてこういう時に限って出てくるんだか。ひょっとしてお前、登場のタイミング狙ってたんじゃねえのか。ほざくな。どちらにしろすぐに終わる。すぐにな。前々から聞いてみたかったんだけどな、ヤガミ。もし万が一、それこそ何かの間違いで、もし俺を倒せたとしたら、その後どうするつもりなんだ。聞いてどうなる。別に、ただ聞いてみたくなっただけだよ。で、どうなんだ、ヤガミ。さあな、考えたこともない。だが、貴様をこの手で殺せば、久しぶりにゆっくりと眠れそうだ。それだけか。それで十分だ。てめえの生きがいを奪っちゃかわいそうだからな。こんなとこで負けてやるわけにはいかねえんだよ。言いたいことはそれだけか。灰に変えてやるぞ、今日。真っ赤な灰にな。てめえの魅力は聞き飽きたぜ。